三笘の同僚ファーガソン。ビッグロクがオファー準備へ。マンチェスターユナイテッドが、ブライトンホーブアルビオンの、アイルランド代表フォワードエヴァン・ファーガソン19の、獲得を検討しているようだ、イギリスデイリースターが報じた。アイルランド代表としてもプレイする、19歳の長身ストライカーへの興味は継続され、今夏の獲得に動いているというユナイテッド、移籍金5000万ポンド約93億7000万円を、支払うつもりがあるという。ストライカーの補強に目がないユナイテッドだが、新たにスポーツディレクター SD に就任した、ダン・アシュワース氏は、ファーガソンを、ブライトンに連れてきた張本人、そのつながりを活かし、今夏の獲得を考えているという。前線の枚数が明らかに足りない中、ブレントフォードのイングランド代表フォワード、イヴァン・トニーの獲得にも関心を寄せているが、28歳のストライカーに6000万ポンド約112億円を、支払う気はさらさらなく、ファーガソンにターゲットを絞ったとされている。なお、チェルシーもファーガソンを狙っているとされており、昨シーズンは怪我にも苦しんだ、若きストライカーの争奪戦が始まりそうだ。ブライトンとしては今じゃないって感じかな、契約延長も確かしてたし。爆発的に活躍したシーズンの後が、売り時でしょう。まだ早いかなって感じかね、ブライトンとしても、あと3年以内に、1年でもフル稼働に桁得点すれば、150億ぐらいまで上がりそうだし。そういえば、プレ期間で名前聞かなかった。ブレイク仕掛けたけど、なんせ怪我が多いよねー。100億近いなら売るのもありかもな。どうせガセ、デイリースターやぞ。ザ・アスレチックの記事で、トニーに興味持ってる報道見る感じ、ストライカーもう一人取りたいのかな。チェルシーが参戦するなら、結局1億ポンド前後でしょうね。